黒田長江は、江戸時代前期の大名。筑前国秋月藩初代藩主。福岡城内にて、長政と坂江姫の次男として生まれる。元那九年、七長政が死去すると、その遺言により、長江には五万国が分与され、秋月藩を立藩した。寛永元年七月、秋月に入る。梅園にあった、黒田直行屋敷を増改築して、居城とした。 寛永二年三大将軍徳川恵光におまみするために江戸へをもむこうとした際、兄黒田忠之との確執により本家福岡藩の家老たちに妨害され、母の坂江姫や小倉藩主の細川忠之の助けを得てようやくおまみすることができた。この一件は長政は優秀な長校を本藩の後継ぎと生前に考えており、兄で既でに本家を継いでいた。 安具な忠タが、長江の存在を恐れてのことであったと言われている。しかし、秋月領内では、過労の対立、過労、堀貞則の出奔などの混乱が続いた。官営14年の島原の乱にも出陣して、先行を挙げ、長崎警備も務めている。また、筑後川市流域の神殿開発や、藩内交通の整備も行い、反省を確立した。また、 母の坂姫を慕っており、領地秋月に母大を弔うため、秋月さん、清志繊院ダーリャンデラを建立、回帰している。漢文五年3月20日、江戸藩邸にて56歳で死去した。後次男の長重が継いだ。法号は、東洋院古法衆院。安政六年、水曜明神の信号を与えられ、水曜神社に祀られることとなった。 逸話によると、父、長政が暗愚な着難、忠幸の家督相続をためらい、長政は忠幸よりも、長江を後継にと一時は考えていたらしいが、重臣、栗山俊明が反対したために実現しなかったとも言われる。このために忠幸と長江は仲が悪く、常に対立していた。しかし、忠幸の後を継いだ、三つの時に、長江は本家と和解している。 なお、この人物を描いた黒田長江一世の木に、島原の乱の直接的なきっかけとなった松倉勝家の暴虐な振る舞いの記録がある。ありがとうございます。